はい、どうも、コミです。さて、本日も TH コンプリーターさんから入るんですけども、今日のメインはですね、関西クラクラクラブの方の動画です。ちょっとね、流したいリプレイの順番の関係で TH コンプリーターさんから入っていますけども、ですね、私のチャンネル、タウンホール13から11幅広くですね、クラン対戦系の動画を中心に解説をやっていっております。やっぱ対戦でね、全開が取れるかどうかって本当に大きなモチベーションになってくると思うので、そこら辺っていうのをですね、わかりやすくお伝えできればというふうに考えておりまして、この動画ぜひ最後までご覧いただいて、もしも、こんな感じの動画の出てる YouTube チャンネルいいなと思ってもらえたら、グッドボタンとかね、まだチャンネル登録されてない方はぜひしてもらえたらすごく嬉しいなというふうに思います。というところで本日のテーマなんですけども、ギガホグですね。スーパーガーゴイルと、あと、ストライカーが登場したことによって、食い火結構終わったんじゃないかっていうふうにね、去年のまあ秋から冬にかけて言われてたんですけども、みんなその処理方法にこなれてくると、いや全然強えな、やっぱりディガホグだわっていう感じに、ね、なってきてる感があると思うんです。今僕なんかまさにその一人でディガホグばっかやってますディガホグマンになってますね。で、今日はですね、どんな風な形でディガホグって展開していくのっていう、まあ、そのいろんなディガホグのパターンっていうのを見てもらえたらというふうに思います。まああと失敗しちゃうパターンもですね、同時に見てもらえたらというふうに思ってます。でですね、まずは、このエンペラダーさんのアタック、非常にこれね、ベーシックな食い火ディガホグで分かりやすい攻めをしているので、ぜひ見てもらいたいというふうに思います。で、これどう入っていくかっていうと、まずはですね、スタートから入っていくんですね。食い火で入っていって、ディガホグのためのルートを作っていくっていうのが、まず一個大事な、ポイントになります。ここは穴開けて食い火を入れていくんです。まあ、こういうふうに流していくんですね、これ。こういう四角い系の配置ってすごく食い火ディガホグやりやすいと一般的には言われてます。まあ全部が全部やりやすいかというとそうでもないんですけども、ただ今回のエンペラダーさんのこのアタックというのは本当にもうこういう四角系の配置を食い火ディガホグで取るためのもう本当教科書的なやり方してますので、ぜひですねそこを参考にしてもらえたらという。でこれポイズンうまいですね。ポイズン結構ですね、ラバハウンドがいる場所に打っちゃったりする方が多いんですけども、食い火で、ラバハウンド処理する場合にはパピー倒すのにクイーンの真上に打つ、これ鉄則ですね。クイーンの本当真上、真下っていうのかな、立ってる場所に打つと、パピーがクイーンに当然集まってくるんで、全部ポイズンの輪の中にスピーディーに、処理ができます。結構ね、なかなかパピーの処理にポイズン手間取ってるってことは、クイーンの本当直上に打つことを意識してる。でこのレイジからのですね、そのまま削りを深めていくわけですね。で、防衛軍はつっても処理できてるんで、もうこの辺怖くないですね。高火力帯も難なく突破。で、スーパーとウォールブレーカー、アーチャークイーンがいるので、生火で放っちゃうと届かずに破裂しちゃいますから、しっかりと、どれだ、ジャイアントですね。当てていって、タゲを取ってからスーパーウォールブレーカー。このコンボうまかったですね。このつなぎ目を開けることによって、こう、アーチャークイーンを壁から壁へ誘導していくという形をとってます。で、この誘導っていうのは結構割とオーソドックスなパターンで、こう家督から入ったら、こう行くか、ないしは、こう行くかなんです。どっちかに誘導させるっていうのを、そこら辺の誘導の仕方さえ覚えれば、今のこの壁を伝った流し方はすごく、うまくできると思います。で、バーバリアンキングで外周カットしてから、投下弊社を添えていって、メインのマイナーとホグライダー、まあ、ディガホグですね。ではこの辺から出していってますね。で、このバスの壁の隙間の部分っていうのをガンガンこう押していってるという感じになっています。で、強化兵士から出てきたホグライダーですね。このホグがさらにこの外傷側、ここの部分の鉄をカットしていってくれて、で、メインで出したディガホグはこっちですね。をカットしていく。で、こちら側に関しては食い火、アーチャークイーンでいく。で、外周は木側はディガーとホグライダーでいく。こんな感じの、サンドイッチ構造を作ってます。このサンドイッチ構造が基本ですね。やっぱり、ディガホグする上で、この、キング投下弊社で外周、で、アーチャークイーンで別の外周、その中央部分をディガホグっていう、サンドイッチ構造は非常に重要になってくるので、基本を本当に綺麗に抑え、かつ、それをやりにくいこういう配置でやりってのけたこのエンペラダーさんのアタックっていうのは、すごく、ディガホグをこれから始める方にとって、目標とする、まあ、一つのアタックなのかなというふうに思います。というところで、ちょっとここから先はですね、関西クラクラクラブに行ってみたいというふうに思います。はい、こちらカンクラなんですけども、ですね、ちょっとまあ、余談です。今すごく調子がいいです。
めっちゃいい感じでなんか知んないけど、チャンプ3ですね、あ、勝ち上がってます。このままいったら昇格するんじゃないかな、なんか知らないけど、みんな、この年明けぐらいから急に爆発して上手くなっていて、だいぶですね、心強い、皆さんに囲まれてやっていて、自分もやりやすい限りなんです。ですね、どれからいこうかな。たくさん今日見てほしいのがあったんですけど、まだ4本ですね、失敗も1個含めて4本やったというふうに思うんですが、まずはこれかな、自分のアタック見てもらえたらと思います。これ、うん、これにしよう。で、ですね、スパビズ、突撃艦スパビズからのクイヒーディアフ、これもね、結構強いです。で、僕、これ大好きですね。だいぶこれやってます。対戦とか JWC なんかこればっかかな。今回やっぱりここに落としたかったんですね。タウンホールを壊しながら防衛軍を釣り、まず防衛軍処理して、クイヒー始めるっていうパターンが、できるのが、この、スパビズからのクイヒーディアフのとこで、まあ、その度にはだいぶ長い距離をこう歩かせないといけないんで、ラバーハウンドを今使いましたね。使って、まあ、この辺の防衛の対応を取ってから、落としたいところですね。まあ、どう考えてもここ、巨爆とかなさそうなので、そこにスパビーズを落として、レイジ1発プラスインビジ4発、あ、3発ですね。を使って、タウンホールから相手の防衛軍、あと周りにあった投石機とかですね、ことごとく投げ倒していたというところになります。で、今壊した部分はここじゃないですか。ここと食い火が、こう繋がるようにカットするんですね。これ結構重要です。こうすることによっても自然と L 字の形がこう出来上がるので、もうディガフを塗るとか見えますね。こうね。で、外周に関してはキングでカットさせていくという格好を取れば、まあ難なくいけちゃうっていうところで、このですね、パターンっていうのも結構使えるので、スパビズ弱体化されたといっても、こんだけやっぱ破壊できるんだったら全然使う価値があると思いますんでね。使いながらディガフやってみてもらったらいいと思います。まあこのパターンで注意すべきは、レイジの呪文が一発になっちゃうんで、クイーンが結構攻撃型に突っ込んじゃう場合には結構苦戦します。そこだけ注意ですね。で、まあ、分かってる人は分かってるかもしれないけど、ババキン出す場所間違えましたね。ここからキング出しちゃったんですけども、シングルインフェに捕まっちゃいました。これダメですね。この辺からキング出して、こう、シングルインフェに捕まらないようなルートを歩かせるべきだったと。今更ながら思っているんですけども、その辺プランニングが甘かったですね。レイジの場所も全く意味わかんないしっていう感じで。まあ、でもとにかくやっぱね、序盤のスパビズパートのアドバンテージが大きすぎて、その後のですね、ディガホグパート、結構まあ、あんまりお手本になるようなアタックではないんですけども、前回まで行っちゃったっていうですかね。まあ、というようなところがあるのが、この突撃艦スパビズからのディガホグです。ディガホグでアドバンテージを取るもよし、スパビズパートでアドバンテージ取るもよし、まあ、どっちかというともうスパビズパートかな。スパビズで今言ったようにタウンホールが潰せて、かつ防衛軍まで倒せちゃって、っていう絵が描ける場合には、もう突撃艦スパビズでそこを潰してから、ディガホグをしていく。まあ、しっかりルートを作ること大事ですよね。やっていくっていうパターンは割と、便利です。で、まあ、今回の、対戦リーグでも島型配置って呼ばれる。今回違いますけども、ここがこうね、壁で囲われた配置で、でこの隙間があったりする場合、ここですね、ここにこう隙間があったりする場合、これ島型って呼ぶんですけども、こういう配置はこの真ん中の隙間部分を流し込んでいく。ディガホグがめちゃくちゃ強いので、それをするたびにここですね、突撃艦スパイで壊しておいてから、クイヒーこう流し込んでいって、でディガホグをスンと回すみたいなパターンができると、まあ、ほぼほぼ、決まれば全開間違いなしですね。強いんで、ぜひ試してみてもらえたらなというふうに思って。あともう一個はもう超苦労人。超苦労人です。この人のね、クイヒーディガホグは絶対多分なぞれないっていうのが1個あって、キヨさんですね。キヨさんのクーヒーディガホグ、この方の場合ですね、突撃艦とか投下兵舎っていうセオリー通りのニートではなくて、突破兵器にボマー持っていくんですね。必ずどんな配置でも大体ボマーです。9割5分ぐらいボマーですね。なんで他使わねえのかってめっちゃ思うんだけども、でも強いんですよ。マジでうまいの本当に。で、何がうまいかっていうと、やっぱクイヒーパートの誘導がうまいんですね。まあ、クイヒーがうまければ何でもできちゃうって言ったら、まあ、それまでなんですけど、とにかくこのレイジの書き方もさ、ハンマスにウィーンが入、ヒーラーが入るっていうこの絶妙感、これもう慣れてるとしか言いようがないよね。で、そのまま、アーチャークイーン、クイヒーの形でロイヤルチャンピオンを撃破していくって、まあ、1個で2個美味しいレイジですよね。さらに、このまま、火力が高いところになってくるんですけども、ディガホグを始めてもアーチャークイーン、クローク発動からのレイジで、まだアーチャークイーン殺さないと。
ていう感じ。これ先に多分レイジを打ってもよかったのかもしれないですけども、まあ、そうしちゃうとこのディガホグパートが遅れちゃってルートがうまく作れないので、おそらくですね先にディガホグを使ってクイーンがこっちにこう流れてくる絵を描いたんでしょうね。で、ボマー出てきましたけども、このボマーでなんとキングで外周カットしていってるじゃないですか。でも途中のでキング対キングでこうやられちゃってるので、こっから先のカットをボマーでやっていくっていう感じですね。ボマーで、で中に入ってるのはイエティが大体いつも入ってます。キヨさんの場合ですね。でボマーでここをカットしていきながらイエティでこっちまでカットしていくっていう感じにすることによって、まあ、ディガホのルートがこういう風に限定されますよね。なのでこのルート限定されたディガホグルートをしっかり、まあ、ホグライダー序盤にね、どうしてもやられちゃうのはもう宿命ですね。しょうがないんですけども。ディガーが最後まで走り切って、で、ロイヤルチャンピオンはディガーの陰に隠れながら防衛殴って最後まで全開まで持っていくという感じですね。すーごいですね。ここでホーミングシールド残っちゃってるんですよ、まだ。イエティ援軍に入ったのが2個残っている。あれ、どうなんでしょうね。ここ、キングと一緒に10日兵士を歩かすって言ったらもっと楽だったんじゃないのっていう気もしますけど、確かにそうすると、ここが潰せないから、ディガホグのルートが、こう広がっちゃうっていうのはまああると思うんですよね。こういう風に広がらせずにこう限定していくっていう、まあ、ルートが作れる面で、まあ、ボマーをどこに使うか多分考えながらルートを見てるんでしょうね。独特だなっていう風に思いますけども、まあ、こんな風な発展系のディガホグもできる、まあ、そういうポテンシャルを秘めた面白いですね戦術ですよっていうことをまず理解してもらえたらなという風に思って見てもらいました。で、まあ、こっからさらに変わり種ですね。変わり種、ね、もう何変化するんだディガホグはっていうぐらい変化してるんですけど、このね秋風さんのねディガホグなんか最近ねこれに凝ってんすよ秋さん。不思議でしょうがない戦術なんだけど、何なんだろうこれはって思っちゃうんだけどね。おでひからのねディガホグに凝ってんですね。まあどうするかっていうと当然おでひでこう削っていくわけなんですね。こういう風に削っていきます。でこっち超高火力じゃないですか。ここめっちゃ高火力が詰まってますよね。ここに対してヒーローを当ててくるんですね。こういうヒーローを当てていって、でその間オディヒアこっちを削っていって、でディガーとホグライダーはヒーローがこっち方面削った後にガツンって流していくな感じで、オディヒアはスイッチするね。ちょっと見ていきましょうか。こんな形のディガホグあんのっていう感じですけどね。まあ速攻でアイゴレが解けますよね。もうそんだけ火力が高いんですけども、でオデヒーは全然この辺低火力なのでもう完全に放置ですね。見てもいないと思います。多分秋方さんノーロックですね。で、レイジからのポイズンからの10日兵士ヒーローとどんどん重ねかけて、バーバリアンキングも体力が減り切る前にしっかりとピストを使ってフィストの効果時間全部使い切ってから起こしましたね。まあ、その回もあって、ロイヤルチャンピオンとかアーチャークイーンまだこの時点で生き残っていきます。でアーチャークイーンまだクローク残しているので、そのままこっち側ですね、11時方面高火力帯をどんどんカットしていく私ができていたところで、これもうディガホグのルートがここに出来上がってますね。こういう風にそこに入らしていくっていう感じですね。まあ、ただこっち結構それちゃうんじゃないのっていう気もするんだけどね。これどうなんだろう本当。なんかこのようなルートを歩かせていって本当にうまくいくのかなって、ね、半信半疑で見えたんですけども、結果的にはホグライダーがここについて、でそこに関してはフリーズとヒールで突破していく。まあ、グランドボーデンがいないので、ホグが全部爆破ダメージやられましたね。で、中央部が突破できたもんだから、ここから流れてきたディガホグがこんな風に回っていくって感じですね。なんか面白い。多分だけども、ディガホグのルートをこういう風に見ていたんじゃないかな、アキさんっていう風に。で、最後こっちに回ってくるって、ね。だから、それに比べると少し、まあ、こちら側、破壊がうまくいかずにディガがこっち潰れちゃった感はありますけども、まあ、それにしてもまあまあ、最終的には、ディガヒーの形になるんですね、これ。それが、まあ、面白いわけですよ。本来、クイヒーの形で、クイーンとヒーラーがずっと、まあ、別動態として動きていきながら、ディガホグにはヒールを当てていくっていうのが、まあ、セオリーじゃないですか。なんだけども、オデヒーでここ始めていて、ここからこう、ディガホグにスイッチさせていくもんだから、当然、オデンとヒーラーがまとめてスイッチするんですね。なので、長い距離を歩って言っても、ディガーがなかなかやられないっていう、まあ、特徴が、この攻めにはあります。だから結局そのクイヒーがやられた場合に、いた仕方なくディガヒーの形が生まれるっていうのは、まあ、得てしてよくあるんですけども、今回秋風さんのこの攻めはもう意図的にディガヒーを作る形ですよね。それをやってのけちゃっているっていうところが、面白いなっていうふうに思いました。シンプルにね。まあ、
ちょっとこれご本人にあの使える配置の特徴とか聞かないことには僕もどうにも言えないんですけども、まあ、こんな風なディガヒーっていう形を取らせるような攻め方もあるよっていうことですね。それをぜひ紹介したくてこの動画、リプレイですね上げさせてもらいました。で、ラスト一発行ってみたいというふうに思います。ですね、これですね、ゆうやさん 57% って結構際どかったんですけども、よくあるテンプレ配置ではありますが、これですね、攻めるとやっぱり難しいんですよ。で、ゆうやさん、クイヒーをきれいにこの隙間に入れていくんですね。ここにガスッとこう入れていくんですけども、出ていっちゃうとやっぱり相手の火力が高すぎて耐えきれなくなっちゃうんですね。で、そうなってしまうと序盤にやっぱりですね、アーチャークイーンが落ちるっていうのはこのクイヒーディガフにとってやっぱ致命的な状態になっちゃうというのと、あともう一個は防衛援軍ですね。タウンホールをやっぱりアチャクイで壊せれば結構でかいアドバンテージになるんですが、それだけではやっぱダメなんですね。防衛援軍をなるべくならクイヒーパートで処理していきたいというのが大きなですね、クイヒーの仕事として、まあ、目標としてあるわけなんです。それがやっぱ残っちゃうと、中に例えばスーパーカーゴールドが入ってた場合には、まあ、ロイヤルチャンピオンにワンチャン倒してくれって期待するしかないんですよね。ポイズンの呪文を使ってまあ倒すってもあるんですが、移動していくとなかなかポイズンからスパービズがこうスパカゴンが外れちゃったりするんで、今回そうですね、ここでアーチャークイーンが序盤で落ちちゃって、今言ったタウンホールの破壊と防衛軍の破壊両方ともできずにアーチャークイーンが、お亡くなりになっちゃいましたね。なってくると結構いいんですね。ディガホグがこの後防衛軍のこのゾーンに入っていた瞬間に一気に焼かれちゃうっていう悲劇が起こるわけで、まあ、それまではこうね、レイジーヒーラーの形しっかりとディガホグが回復できてるんで、かなり、リカバリとしてはいい感じなんですけども、いかんせんこの防衛軍がこう来ちゃうとね、これですよね、ストライカープラス大量のゴブリンプラススーパーガーゴイル、これでだいぶ削られちゃって、ここから先の伸びが一気に悪くなりますっていうね、まあ、いかんせんその対空の防衛、違うな、対空防衛っていうか、なんていうの、その空から撃ってくる、ディガオグって空に対しての耐性ないので、空から撃ってくるドラゴンとかスパーカゴとかがいた瞬間に、これできないですね、こんな風に。で、スパーカゴが永遠こう残っちゃうわけですよ。残って、もう、おでんやら、もうディガやらをガンガン焼き切っちゃっているっていう、こういう絵ができてしまうので、ここはぜひね、注意が必要ですね。クヒディガホグ使う場合っていうのは、援軍をクヒでしっかり処理するということ、さらに、タウンホールをクヒで処理ができたらなお美味しいですね。この辺ができてからディガホグがスタートできると、すごく伸びが違うので、ぜひですね、その辺を意識してもらって使ってもらえたらいいんじゃないかなというふうに。ちなみに、もう一回ですね、過去の攻め。見直してもらうと、やっぱりですね、防衛軍かタウンホール、必ずどっちかっていうか、まあ、防衛軍は基本的に全部、ディガホグで処理するようなパターンっていうのはなかったと思います。ディガホグは防衛軍と当たらないようにやってたと思うんですね。で、あともう一個、タウンホールに関しても結構半分ぐらいの、前回リプレイでは、タウンホールの破壊ができていた、というのが見てもらえると思うので、そうですね、そこら辺もう一回見直してもらったら、なおさら理解が深まるんじゃないかなというふうに思いますの で, ですね、そこの辺も、ご参考いただけたらというふうに思います。はい、というところでですね、本日はディガホグに関してお話をしてまいりました。いろんなディガホグの種類がありますけども、まあ、こういうふうにオーソドックスな攻め方からいろんな発展系まであって、まあ、楽しめるっていう戦術なのと、あとそもそも強いです防衛軍の処理がしっかりできちゃえば、私なんかはね、スパー、ビズを使って防衛軍処理する形が大好きですね。事故率がめちゃくちゃ減るんで、それができるような形で、ディガホグパートの円が描けるんであれば、もうすごく、事故率も低くて、前回まで伸びる。ワンチャン、まあ、失敗しても、まあ、高パーセンテージまで伸びるというね、戦術になってますので、ぜひ、お試しいただければというふうに思います。戦術迷っている方は本当におすすめの一個ですね。というところです。どうでしたでしょうか。もしも、参考になっているということでありましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またですね、最初申し上げた通り、タウンホール13から11まで幅広く扱っていきますので、今後もぜひ、ご視聴してもらえたら嬉しいなというふうに思います。では、本日この辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。